沖国学習センターは、島根県沖帰群甘城福井1339に、ある公立の学習塾、高校年代を対象としている。天町、西の島町、千武村の島全地域2町1村によって、2009年11月に設立され、翌年7月に開所した。島根県立沖東前高等学校と連携しており、沖東前高校と同様に、 グローカル人材の育成を目標に掲げている。公立の学習塾は全国的に見て珍しいとされる。沖国学習センターと連携している、島根県立沖東前高等学校沖国学習センターがある、沖諸島、島前の海市町島根、県立沖東前高等学校は、天町、西の島町、千武村の二条一村からなる島前地域唯一の高校であり、 様々な学力や希望進路を持つ生徒が在学している。離島である島前地域には民間の学習塾や予備校が少なく、進学に対する不安感もあった。少子高齢化などによって2008年度の起党前、高校の入学者数は28人まで減少し、島根県による高校の統廃合が現実味を帯びたことから2004年の 甘町自立促進プランを具体化させた、沖東前高校の魅力化事業の一環として、公立の学習塾の設立が検討された。2009年11月に、沖国学習センターが、現在地とは異なる民家を借り上げて設立され、試験運用期間を経て、翌年7月に開所式が行われた。 2009年設立時から2010年頃までにかけての最初の1年間は受講料無料で運営を行っていた。2009年の開所当時の塾生は数名約30人だったが、4年後には100人以上まで増加したため、2014年から2015年には増築を行った。2018年度時点では、高校年代の3学年合わせて約130人が通っている。 沖国学習センターは、島根県が運営費用を出して設立し、天町、西の島町、千武村の2町1村が運営に当たっている。沖東前高校の授業を支援することが目的である。ことから、スタッフは週1回の頻度で、高校教員とミーティングなどを行っている。沖国学習センターの熟成は一人一人異なるカリキュラムで学んでいる。 講義や個別学習を組み合わせた、教科指導、興味や夢を進路実現につなげるための、夢ゼミの2種類のプログラムからなる。スタッフは設立当初より、沖諸島以外の出身者が多く、天町に移住した、東大 OB をはじめとして、ベネッセコーポレーションや Z 会に勤務していた講師も、いる。離島という環境もあって、 塾生の学力レベルは様々だが、2017年度時点では、国公立大学、または有名私立大学に入学する生徒が、全体の3割を占めており、慶応義塾大学や早稲田大学など首都圏の南関私立大学の入学者もいる。なお、天町の公共図書館である天町中央図書館は、2015年6月に約300冊を所蔵する文館を、 お帰国学習センターに設置している。長野県下稲群町村、平屋村、根場村の3村で組織する町高校協力会は、お帰国学習センターや沖東前高校を参考にして、2013年8月に長野県町高等学校の生徒のための無料学習塾を開設している地区100年の古民家を改修した床面積約170平方メートルの改修棟、 その東側に建設した床面積、約290平方メートルの増築棟の2棟からなり、両者は内部で結ばれている。春光寺の木材は西の島の外から運ばれたとされる。2014年7月に改修、増築に着工し、2015年3月に完工、同年4月7日には天町町の山内道夫などが出席して、春光式を行った。 設計は横浜市のオンデザインパートナーズ、指向は道後沖野島町の門脇工務店。増築棟の屋根には石州瓦が用いられており、外壁や天井には大きい所等産の杉材が用いられている。個人学習、集団学習、ゼミ形式の学習など多様な学習スタイルに対応できる設計がなされている。 海岸線に平行に走る福井地区のメインストリートと、島根県立沖島前高等学校に向かう坂道が、交わる場所にあり、フェリー、高速線、島前内向線が発着する、岸浦港から徒歩5分の距離である。海舟棟の中央部は、通り土間と呼ばれる、半屋外空間となっており、既存の内部壁をほぼすべて除去した、開放的な空間である。 地域住民の学びへの参画も想定していたことから、この通りど間にはメインストリートと坂道の2方向からアクセス可能となっている。通りど間にはプロジェクターやスクリーンを設置することができ、またミニキッチンがあるためカフェとしても使用できる。冬場には通りど間に焚き木ストーブが置かれる。ありがとうございます。